まあ、自粛期間中は全体練習を行うことがあまりできなかったので、自主練習という形で、個人個人で、やる形でやってました。モチベーションの方は、まあ、うちのチームはみんな野球が大好きな人間が集まってますので、みんな本当意欲的に、取り組んでくれてて、特に心配することもなく、練習してくれてました。課題はやっぱ昨年天皇試合の決勝で負けた時に、痛感したんですけど、チャンス作ってる中で1点が取れなかった。やっぱ軟式野球の特有の叩きだったり遅れ場面だったりっていうところで、ずっと課題を持って練習に取り組んでいます。特徴としては若い選手が多いので、若い選手の勢いを中堅ベテランと、しっかりとバランスを取れたまま、試合運びにつなげている勢いのあるチームだと思います。やはりトーナメントを戦っていく中で一番大事なのは初戦だと考えてますので、そういった意味では、北海道の、陣営設計さんが今年はこのような、状況の中、野球をやらせてもらえていますので、そういった中でも、職場の皆さんだったり、普段から支えてもらっている人たちに感謝の気持ちを持って、しっかり結果で恩返しできるように日本一狙っていきます。